田尻和弘は日本の外交官。信用総領事等を経て2013年7月からパラオ中札特命全権大使に任命された。石川県出身。東京都立大学法学部卒業後の1976年外務省に入省。外務省では北京、南京で中国語研修を受けたチャイナスクールに属し、研修後は1981年から外務省。 アジア局中国化勤務、1984年から外務省条約局条約化勤務、1986年から在中華人民、共和国日本国大使館に勤務し、1990年から在サンフランシスコ日本国総領事館、在勤、1991年から在アメリカ、合衆国日本国大使館。その後、1九十五年からアジア局中国化、 2001年から在上海日本国総領事館主席領事。重慶出張駐在官事務所長を経て、2005年から在重慶日本国総領事館、2007年からアジア太陽州局中国化地域調整関係、日中交流室室長、2008年からアジア太陽州局中国、モンゴル化地域調整関係日中交流室室長、2009年から、 広州総領事、2012年から新洋総領事と中国駐在は5度にわたる。中国化地域調整官在任中の2008年5月に発生した非戦を自身では日本の国際緊急援助隊医療チーム団長として現地で活動した。帰国後、外務省日中交流室勤務を経て2009年8月から広州総領事。 2012年4月から2013年7月まで、新洋総領事。2013年8月1日、中パラを特命全権大使。四川地震医療チーム団長の田尻和弘氏が、公衆総領事に、サーチな。2011年4月10日閲覧。オーストリア大使に、竹俊氏、田尻和弘氏。日本経済新聞。 日経ネット2014年5月4日閲覧ありがとうございます。